こんにちは、朝5時です。晴れているところもありますが、雲も出てますね。気温は25度です。秋を思わせるような雲も出てきました。タイタンビカスブライトレッド、まだちょっと空が暗いようです。昨日は午後3時前に強い雨が、短時間ですが降りました。いいお湿りになりましたね。タイタンビカスローズです。だんだん花が減ってきてしまいましたね。昨日は80輪ぐらい咲きました。ピーチホワイトは本当にちょっとしか咲いていません。三尺バーベナにヤマトシジミがいました。ちょっと回転しているのでちゃんと来ているようです。ガルビネアマジェスティックイエロー、咲いてきました。日差しが弱いと気持ちがいいんですけどもね、カンカン照りになると本当に暑いです。パンパスグラスです。微妙に風があるようですね。クレオメです。こぼれ種から芽が出て毎年花を咲かせますね。もみじあおいの白、それから赤の方はまだ半分くらい開いたところです。ガーベラの葉っぱにオンブバッタのメスがいました。昨日と同じバッタでしょうか。お見苗し、今日も昨日とほとんど変わりないですね。真夏の庭は花が少ないのでありがたい植物です。源平下野も一度刈り込んだらばまた咲いてきました。ジャーマンアイリス、なんと咲かないまましぼんでしまいましたね。グラジオラス、カリスマの中にいたのは猫ハエトリの子供だと思います。金ロバイの花も復活してきました。こうやって見ると大きいようですが、こんなにちびちゃんです。カノコユリ、ブラックビューティー、一時期に比べてだいぶ寂しくなってきましたね。グラジオラスにヤハズハエトリのメスがいました。空の方はずいぶん綺麗な雲が出てきましたね。すっとハケで描いたような雲です。ヤハズハエトリは同じ葉っぱで獲物を狙っているようです。ニックネームはイカのハラワタちゃんです。そのように見えませんか。モミジアオイ、バックが今度は青空になりましたね。モミジアオイとタイタンビカス似ているところもありますが、こっちの方がスッとしてますね。三尺バーベナにマルハナバチの仲間がいました。少し暑さが落ち着いたんでしょうか。今日はたくさん昆虫が来ています。スモークツリーはわずかに揺れています。宿根姫ひまわり、また咲き出しました。電線に止まったムクドリです。10羽くらいいたと思いますね。家族なんでしょうか。このくらいの集団だと怖くないですけど、何百羽もいると怖いですよね。デジカメで撮影したモミジアオイです。お昼の12時半になりました。今日は雲の撮影が多めです。そしてこっちの雲、ヤハズハエトリも多めに撮影しています。暑い暑いと言っていても、やはり季節はだんだん変わっていっている感じがしますね。タイタンビカスは早朝よりも昼間の方が元気に見えますね。ローズも綺麗に咲いています。タイタンビカスのところにツマグロヒョウモンのカップルが登場しました。皆さんどちらがオスかメスか分かりますか。白い大きな模様がある方がメスですね。この三尺バーベナに止まっているのはオスです。気温は35度になっていました。丸尾です。気持ちよさそうに寝ています。暑さに負けず頑張りましょう。今日はこの辺でバイバイにゃん。